ファンの皆さん、こんばんは。本日の試合はボカジュニオルス対川崎フロンターレ、この模様をお届けしてまいります。解説七海さん、実況はジョン・カビラです。さあ七海さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。今前半がスタートしました。ボカジュニオルス対川崎フロンターレ、試合はどのような展開を見せるのか。あっと倒された、 PK です。ここで PK、 川崎ペナルティキックを与えてしまいました。トップスピードで仕掛けてきますからね、特にボックス近くまでは対応が難しいですよね。ここで先制のチャンスを迎えています。まずは1点確実に決めたいですね。チャンスでしたけどね、まあここは気持ちを切り替えて次ですね。前線へ出す、さあカウンターのチャンスになります。トリクローズ、アレクシス・サンチェス、裏のスペースに置きに行く、このボールはクリアです。フィリペ、スローインです。トニクロース、さあ前線へ、このボールをカットします。アザール、イブラヒモビッチへ、裏に味方を走らせる、イブラヒモビッチからのスルーパスをカットしました。しっかりパスコース埋めてますよね。スペース出ましたね。抜け出しました。さあグエロ、オフサイドとなります。ラインコントロール見事でした。ペライン、裏のスペースに置きに行く、来ますね、これコースが空いたか、ゴー、ボカジュニオルス先制1対0。イブラヒモビッチ、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。タイミングといい、シュートコースといい、ちょっとキーパーノーチャンスでしたね。川崎、まだゲームの序盤ですが得点を許しています。いや、いきなり来ましたね。もう相手のパフォーマンスが良さそうですね。まずは守りの修正をしなければいけませんね。オフサイドです。
中央を上げる。お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。うまく合わせたいい攻撃でしたね、はい、ドリブルで駆け上がってのクロス精度も良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね。あ、今もいい守備ですよ。デブライン、ボールはクリアです。ポケ、堅いディフェンス。ダビド・ルイス、ペライニ、ペライニからイブラヒモビッチ、リーベリ、おー、いい守備ですね。ヤヤトゥーレ、ブラヒモビッチへ、周りを見る。これはなかなかこじ開けられない。前半30分を経過しています。セルヒオ・ラモス、スナイデル、マイコン、アレクシス・サンチェスからのスルーパスは通りませんでした。言われましたよね。上がっていきます。デライニ、このボールに触ります。デライニからのパスは通りませんでした。なかなかいい形が作れないですね。ヤヤトゥーレからフェライリー、ハザール、裏を狙う。ここで受ける。ここ抜け出しましたね。イブラヒモビッチ、ゴール。オカジュニオのスピードを広げました。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、まあ、シュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね。そうですね。イブラヒモビッチ、今日2点目のゴールです。さあ、ボカジュニオルス、着実に得点を重ねていきます。2対0。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。縦にボールを送ります。アレクシス・サンチェス、うわ、いいドリブルですね。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレークに入ります。七海さん、前半の印象いかがだったでしょうか。 2-0 というスコアは難しいスコアなんですよね。なるほど。1点がどちらに入るのかによってその後の展開が大きく変わりますからね、うん、はい、そういった意味でも後半の立ち上がりから非常に楽しみですね。そうですね。後半どのような試合が展開するのか非常に注目されるところです。ではこの後も試合をお楽しみください。川崎のキックオフでスタートです。アラバ、ボケ、ここでマッチアップ、スナイデル、スナイデルがちょっと苦しいように見えるんですけれども、いかがでしょう。まあ、攻撃の起点になるところですから、マークが厳しくなるのはしょうがないですよね。なるほど。これは奪い返します。アザール、このパス超えるか。リベリからアグエロ、イブラヒモビッチ、
倒する、味方を走らせる、いやー抜けてましたね、枠は捉えた。ブッフォンがこのピンチをしのいでコーナーキックへと続きます。ちょっと不用意にスペースを与えてしまいましたよね。高さありますからね、そこ狙ってくるでしょうね。川崎としてはちょっと嫌な雰囲気を引きずってますよね、はい、なんとか自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね、マテュイディここで受ける、フェライニがチェックを剥がしきれてないのでなかなか前を向かせてもらえませんよね。抜けてくる、ここで奪う、これはクリアします。このまま突進するのか、キープできるか、ディフェンスをものともしません。名波さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。川崎としては少し流れは悪いですけどね、ええ、逆に考えればリズムをつかめればひっくり返すチャンスは十分にありますよね。そうですね、なんか危ないですよこれ。これで交代枠をすべて使い切ります。川崎、さあ川崎、同時に2人の選手が入れ替わります。とボールはいいですね、今のディフェンスもね。後半21分というところ、川崎2点ビハインドです。早いうちにまずは1点欲しいところ。うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。長いスルーパスでしたけど、相手の守備を切り裂くようなパスと動き出しでしたね、はい、非常に効果的だったと思いますね。そうですね、前線へのボール、ここも堅い守りでボールを奪います。長いボール縦へ、オフサイドです。ウィリアム、イブラヒモビッチに渡るスルーパス、どうする、ギリギリのところ抜けてきましたね。後ろに戻します、イブラヒモビッチシュート、イブラヒモビッチ連続ビッグセーブです。非常に集中していると思いますね。ここもしっかりディフェンスしました。32分経過、後半です。川崎としては少し寂しい展開ですよね。そうですね、次のゲームにつなげる意味でも意地を見せてほしいなと思いますね、うん、はい、
り非常に守備は堅いですね。味方を走らせる。旗は上がっていません。オフサイドかと思いましたけど笛ありませんね。そのまま打つ、ゴール。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。これは結果的にはパスミスからの失点ということになってしまうんでしょうね。まあそうなってしまいますよね、ミスした方としてはちょっとショックですよね、はい、最終的に失点につながってしまいましたからね。そうですね。先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。さあボカジュニオルス最初にリードしてさらに2点追加しています。もう40分に近づいています。スローインです。ここもかわします。ややトゥーレ、ここはファールです。上げてしまう。ボカジュニオルス、もう無理にはいきません。リベリー、これを打てるか。これ突破されましたね。リベリーが打つ。いやファインセーブですよね。素晴らしいですよね。メッシー、やはり守備の意識が高いですね。アディショナルタイムは3分という表示です。スローイン、これはなかなかこじ開けられない。縦にボールをつないでいきます。サイドを使う、ボールが抜ける。おー、いい展開ですね。フラッグは上がっていません。主審時計を見ながら長いホイッスル。3対0、川崎敗れました。その差は3点。力の差を見せつけられてしまいました。さあ七海さん、試合を振り返っていかがでしょう。川崎としては何もやらせてもらえなかった90分でしたね。ただこれを引きずらずにもう一度チームが一つになることが大切だと思いますね。そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には七海ひろしさんをお招きしてお送りいたしました。七海さん、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。川崎3対0完敗を喫しました。